お、こっちの箱で来るんだ。はい、それでは行きます。あ、もうちらっと見えてます。オープン。おー、あー、すごい。うわ、これはやばい。来ました、エアジョーダン11ローカット IE ブレッド。これまでこのオリジナルカラーは復刻されてないと思うんですけど、なので25年ぶり。あ、新品のいい匂いがする。いや、すごい、やばい、いい意味でやばい。ではまずアッパーからいきましょうか。アッパーはこの部分がステッチが入ってますね。はい、それからこの部分がメッシュ、向こうがしっかり見えるぐらいですね。ただヒールの部分は一応メッシュにはなってるんですけど、あのヒールカウンターっていって芯が中に入ってるので向こうは透けてません。でその下、ヌバックなのかな、ヌバックではない、いや、ヌバックか、コバルトだったかな。あのこれの白いタイプはここがエレファント柄なんですけど、ブレッドはそういう柄は入ってませんね。でつま先あたりがレザーですね。このステッチの入ってる部分と同じレザー、ここも、シワが見えると思います。全体を見てみるとこんな感じで、ツヤのあるレザーとツヤのないヌバックの部分、それからメッシュ、逆サイドもこんな感じです。でシューター見てみましょうか。メッシュというか、あのマジックテープの柔らかい方を広げたような感じで、その生地の中央になんかこう V みたいになってますね。裏のタグがこんな感じで、表ジャンプマンですね。かっこいいですねこれ。でインソール、かかとのところにジャンプマンいます。ちょっとこのカスが、ついてますけど、はい、こんな感じになってます。それからアウトソール、もいいですね。このクリアな部分がどんどん黄ばんでいってかっこよくなっていくんですよね。中央にはジャンプマンがいます。このクリアソールの向こう側ですね。でミッドソール結構柔らかいんですよね、実はこの白い部分、指が入っていく。であと重さは履いてみるとまたちょっと違ってくるんですけど、持った感じはやっぱローカットなので軽いですね。まああとはメッシュの部分も結構あるので、そういう部分で軽いのかな。でこのシューホール、シューレスホール、これがしっかりしてるので、あのなんていうのかな、そのギュッと思いっきり締められる、締めても OK。 結構あのここが気になる時があるんですよね。ここで折り返してあるので二重になってるんですよね。これはもう安心して思いっきり締めることができます。僕はこれ地味に嬉しいんですよね、この部分は。はい、そんな感じですかね。ということで履いてきます。はい、ということで、履いてみたんですけど、まずはこのシューレースギュッと締めると、このシューレースホールが一つ一つが独立しているので、なんか縛ってる感がすごいんですよね。ギュッと縛るとこういう感じで倒れてくるので、またこれで表情が変わってくるんですよね。あとはこのシュータンですかね、めちゃくちゃかっこいい。最後シューレースギュッと縛ってここをギュッギュッと直すときにやっぱ触るじゃないですか。ここの存在感、11ローカットの顔はここだなっていう感じがしましたね。あとシューレースホールがここにも一つ開いてるんですよね。これってシューレースがちょっと長いっていう人のためなのかな、どうなんだろう。あとは一番上ですね、一番上も開いてますが、ここまでは多分締めないかな。シュータンをちょっと見せたいのでこうなってしまうので、多分1個下かな。
ただこの状態だと結構僕長いなって思ったんですけど、普段もっと短くここが収まるので、まあでもこれも履いてるものによって感じ方は違ってくるのかな。いつもこの長さの人は全然気にならないと思うんですけど、僕結構短いんですよね普段。あんまり余らないんですけど、こんな感じ？ちょっと分かりづらいかな。いつもこれぐらいなので、こっちは結構長いなって感じたんですけど、まああとは中に入れて履いたりとか、これでもいいですよね。この長さが気になりだしたら中に入れようと思います。あとこのアッパーのステッチ等間隔の縦じま、ツヤがあってこの立体的に見えるので、しっかりクリーム塗ってあげてケアしながら履くのがいいのかなと。アウトソールの黄ばみも楽しみつつ、ここもしっかり綺麗にしてあげて、ミッドソールもしっかり拭いてあげる。ここが汚れるとせっかくこのメリハリがあるのにもったいないですよね。なのでミッドソールもしっかり拭いてあげる。これはねかなり育てがいがある一足かなと思います。このカラーを手に入れてしまったので、もう一つのホワイトのタイプ、アッパー全体白で、でここがエレファント柄で、そっちも欲しいなって思ってしまうんですけど、そっちは多分復刻は2回か3回してると思うんですよね。この後来てほしいなって思うんですけど、いやでもやばいですねこれ。買えちゃったな、買っちゃったな。これは今年一嬉しいかもしれない本当に。はい、ということで今回の動画はこの辺りで終わろうと思います。また気づいたことがあったら動画にしようと思います。ということでここまでのご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。